おはようございます。クロケンパパがなんだかあったかい日になってしまったので、朝えらい寝坊してしまいました。のおかげで、みんな朝ごはんを待ちになっております。すいません、すいません、すいません。そしてやたらくつろいでいるポンちゃんと、それに付き合っているジャン君です。はい、おくつろぎ中すいませんが、この人たちを出そうと思います。はい、こっちはこっちでまだなのっていう顔になっていますね。すいませんでしたね、ついさっき目が覚めました。はい、どうぞ。アンズちゃんになっても走り出るようになっちゃった。アンズちゃん、はい、お腹見せてて、尻尾短いね君。くしゃくしゃってなってるね。いい子だ、いい子だ、いい子だ、いい子だ。そうだね、まだよく分かってないね、君ね。はい、遊んでて。はい、シアン君、相変わらずバリバリの筋肉質ですね。ラブ君情報も、いいお話がどんどん入ってきています。ラブ君は1ヶ月強ですね、いろいろ気を揉ませましたが、突然出れて今は、里親さんですね、もう今は飼い主さんといった方がいいですね、飼い主さんのご夫婦を、部屋で待つような感じ、久しぶりに、お留守番があったそうですが、久しぶりっていうか初になるの、初、お部屋での、
ケージの外でね、うん、に、出た状態でお留守番をしたそうですが、奥さんが帰ってきた時に、迎えに出てですねスリスリしたということで大変喜ばれております。そのように喜んでいただけるような、ラブ君に教育をしていたはずだったのでやっとかーとうちではでもこのままですね、ラブ君の本来の性格が出てきて、毎日毎日甘えて、遊ぶという風になると思われます。もう遊びおしっぽがピンピンで遊び回って、うん、甘いも炸裂って書いてあったね。よかったです。よかったね。はい、じゃあ今度はね、はい、ナイトさんですよ。はい、どうぞ。待ちきれません。はい、どうぞ。はい、シアン君ももうここに来てますよ。はい、シアン君どうぞ。はい、どうぞ。あれあれあれ甘えるんですか、君。なんか甘えん坊さんなの。ご飯はちゃんくん。あ、落ちちゃった、ごめんね。甘えたらいいんだ。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、皆さん起きてきました。お昼のご飯はまた少し時間が遅くなっていますが、みんな爆睡でしたね、今日はね。そしてこれからご飯を用意しようとしてるのに残ったご飯をまだ食べている人がいる。あ、まだこっちもいっぱい残ってるね。じゃあ遊びだけしましょうか。いいどうぞ。あ、寝てるんだ、またこっちはね。じゃあ起きたらなでなでしましょう。今日は変則ということで。はい、おいで。ちゃんくん見てこっち。お兄ちゃんを起こさないで。はい、アンズちゃん。はい、アンズちゃんも。よしよし。うん。また水をあっちで飲もうとしてる。そこの水、うまい？